こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、コメント欄に非常に私のね、胸を締め付けるようなね、なんか非常に共感しつつも悲しい、そんなメッセージが届きましたんで、これをちょっと皆さんとね、一緒に考えてみたいと思うんですよ。で、元々の動画っていうのは奈良の方でですね、行方不明だった女子中学生、女の子がお亡くなりになった姿で発見されたということで、どうも自殺ではないかなと、いじめを苦にした自殺ではないかなっていうふうに言われてることもありますけども、私はすいません、テレビやね、新聞を見ないんでわからないんですよ。その後どうなったのかってわかりませんけども、非常に悲しい事件だなと思いながら動画の方でね、皆さんと一緒にこう考えてみたわけなんですけども、そこについたコメント、スモールラビットさんからいただいてるんですけども、いつもスモールラビットさんね、ありがとうございます。今回ちょっとね、スモールラビットさんのコメントがね、非常に胸に刺さると言いますか、ちょっと皆さんと一緒に読んでみたいと思います。こう書いてますね。親より先に行くのは同じ娘を持つ母親としてはいたたまりません。お母さんなんですね。で、私も学生の頃散々中1から高3までいじめられ、その度に明日は良い日になる、あと少し我慢すれば解放されるみたいな気持ちで奮い立たして、バブルもリーマンも経験して、その度にいろんな方面から勇気をもらい、頑張って支えられて生きてきた結果が、自分の娘が結婚出産して、無事に可愛い孫娘の顔を見ることができたと思います。可愛い孫娘の顔を見てしまったら簡単には死ねませんね、と。コロナ禍の中の2月、この世に頑張って生まれてきた孫娘と、なんだかんだありながら中産んだ娘に敬意を払いたい、頑張らなきゃと思います。でも事件と自殺の両面から捜査してるんですよね。どちらにしてもこんなかわいそうな姿になるなんて、ということでね、いただいております。私もね、やっと子供を持つ身になりました。48歳でございます。初めてヤマトというね、未来に羽ばたく日本男児として強い思いを込めて、まさにね、ヤマトという言葉は過去からいただいた未来へのメッセージと思いまして、私はね、付けさせていただきました。私の息子にしてはね、この名前以外にはないなという名前を私の奥さんが名付けてくれましてね、もう感動しましたね。私の気持ちをよく分かってくれるなと。単なるね、宇宙戦艦ヤマトのファンではないわけですよ。私はやっぱりヤマトっていうね、この響きにあらゆるものを込めてるんですよね。まあ、だからといって日本民族永遠なれっていうね、そこまでの思考ではないんですけども、ただやっぱり自分が生まれた国を誇りに思いね、生まれた命を誇りに思い、産んでくれたその環境に感謝をしていることには変わりないんですよ。そういう気持ちからね、自分の子供ヤマト君がこれからどんな10歳になるのかな、どんな20歳になるのかな、その時私はこの子のヤマト君のね、将来10歳20歳になる、その足で歩むこの社会世界をですね、少しは掃除できているんだろうかと、まさにね、子供の環境っていうのは、まあ、親によって作られる分が結構ありますんでね、やっぱりこうしっかりと生きていかなくちゃいけないなと思うばかりなんですよ。いろいろとね、難しい問題はありますけどね、全部払いのけて子供のために、子供にね、火の粉がかからないように身を挺して守っていかないとなっていう気持ちなんですよね。その中でやっとですね、中学に入ってこれから青春始まるぞっていう時に、こうお亡くなりになってしまうっていうのはどんな気持ちなんだろうかと思うとね、本当にこう胸が締め付けられていますかね、およそ他人事とは思えない気持ちがします。で、今回コメントでいただいたスモールラビットさんもね、きっと同じような気持ちで、いや私よりもね、もう本当に親である経験も長いですし、今孫娘さんをね、持っておられるということで、命に対するその思いっていうのは、私なんかとは比べ物にならないくらいね、大きいと思うんですよ。で、その中でいただいたコメント、本当に私もね、いつもスモールラビットさんには学ばせていただく機会をいただけて本当にありがたいなと思っております。ただ学ぶばっかりではなくてね、やっぱりこの自分が学んだことを社会にもっともっと伝えていかなくてはならないと。命がどれだけ尊いものか、もちろん全ての命はいつか消えてしまうものであると思いますし、自ら消えてしまいたいという思いを、もしかしたら他人が止めるべきではないのかなという発想すら出てくるぐらい難しい問題なんですよ。ただ私はね、自ら死んでしまいたいという、そんな気持ちにさせないように育てていかないといけないし、そんな気持ちにならないような社会を作っていきたいと、その一部でもね、そう思っております。で、少なくとも私の家族、目の届く範囲、そしてこの動画の届く範囲では、自分から死に向かうことはないぞと、
どうせ死は向こうからやってきてくれるんだと。これはケネディ大統領の言葉ですけどね。死は向こうからやってきてくれるんで、焦る必要はないと。向こうから死神がやってくるまで、まあ自由にね、生きていけばいいんだと。誰のことも気にすることがない。まあそんなことを言ってたと思うんですけども、私もそういうふうなね、まあ昔の言葉に奮い立って、一瞬一瞬をやり尽くすように、まあ後悔がないようにね、やっていこうかなと思うんですけども、まあでも後悔は残るもんですよね。やっぱり、この直接の自分の身内ではないんですけども、まあやっぱりこの年になるとね、人の死を目の当たりにすることは、やっぱり一度や二度ではなくてね、それこそ、あと、もう一日あれば和解できたのになと思いながら、誤解のまま別れていく、死別していく、そういうふうなね、仲間も、まあ、大勢おりまして、大勢といってもね、何十人もいるわけではないですけども、まあ、それを思うたんびにね、人が死んでしまうっていうことは悲しいなと思いましたね。もうこれにつきますね。人が死んでしまうっていうのは悲しい。仲違いをしている人であっても死んでしまうと悲しい。なんかね、いつか和解できたはずなのになと思いながらそのまま別れてしまう。悲しい。ましてやね、自分の娘であったり身内であったり愛する我が子であったりしたら、それはね、自分の命はいりませんから、どうかこの子を生き返らせてあげてくださいというね、神にも祈る気持ちだと思うんですよ。まあそれ以上私はちょっとね、もう胸が詰まっても言えないんですけども、皆さんもね、この死を、若者の貴重な死、若者の死を無駄にしないためにも、もっと仲良く平和な世の中を作っていきたいと思います。すいません、ちょっと言葉が詰まりましてね、本当にこう涙が出そうですよ。若者がね、死にたいと思うような世の中っていうのは、きっと私たちがそうしてしまったんでしょうね。私たちの姿を見て生きる勇気が湧いてこなかったっていう、この現実は自分には関係がない、社会を変えていこうみたいな曖昧論では済まされないと思うんですよ。社会が受け入れていかなくちゃみたいな最も無責任な言葉ですよ。社会がっていうとね、世間がっていうと本当に無責任ですよね。私はそう思うんですよ。皆さんの考えとは違うかもしれませんけども、私はね、全てがもうちょっと自分で何かできなかったのかなというね、そういうふうな自責の念があったり、だからこそ自己否定論、何かまだできるはずだと、こんな自分にもたった一人の命ぐらい、そしてたった一日ぐらいは命を流れさせてあげることができたんじゃないかな、考え直す時間を作ってあげれたんじゃないかな、そのきっかけをもたらしてあげれたんじゃないかなとね、まあ、非常におこがましいんですけども、自分なんかが人の命をね左右できるわけないですから、生かすも殺すも私ができることではないんですけども、少なくとも久保さんの動画見て、久保さんの姿を見て、もう一息頑張ってみようと思ったというふうな言葉を、これからもね、100回に1回か1000回に1回か分かりませんけども、言っていただけるようなね、そんな放送に努めていこうかと思います。はい、今回は以上です。ちょっとあまりにもね、胸が締め付けられて、このままではね、涙腺が、本当に止められなくなってしまいそうですので、今日はこのぐらいで勘弁していただきます。では返すがですね、このお悔やみを申し上げながら今日の放送を終わらせていただきます。では失礼します。